マイアミ軍はアメリカ合衆国カンザス州の東部中央に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は32,787人であり、2000年の28,351人から15.6%増加した。軍庁所在地はパオラ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マイアミ軍は隣接するミズーリ州カンザスシティを核とする。 カンザスシティ大都市圏に属している。マイアミ軍となっている地域の最初の定住者はインディアンであり、主に1820年代から1840年代のことだった。これは東部のオハイオ州、イリノイ州、インディアナ州から立ち抜かされ、当時インディアン巡州の一部だったこの地域に移動してきた結果だった。インディアンの部族としてはマイアミ族や小児族、 また連邦を形成するポタワトミー族、ピアンケショウ族、カスカスキア族、ウィー族、ピオリア族がいた。当初のマイアミインディアン居留地は約50万エーカーの広さがあった。当時の白人開拓者は主にインディアンにキリスト教を伝道する者たちだった。その後、次々とアメリカ人開拓者が到着してインディアン居留地に家屋を建て、1854年には、 アメリカ合衆国政府がマイアミ族から7万2千エーカーを除く土地を購入した。連邦部族の中の著名なものとしてクリスマスダグネットやバプテストピョリアがいた。ダグネットは1800年の生まれであり、ウィー族州長の老いでインディアナ州から移住してきていた。いくらかの正式な教育を受け、インディアン語数種の他に英語、フランス語、スペイン語を話すことができた。 16歳の時には、アメリカ合衆国政府の通訳を務めた。ウィー族と共に、現在のマイアミ軍に移住し、1848年に死ぬ前の数年間は酋長だった。バプテスト・ピオリアも1800年頃の生まれであり、ダグネットのように正式な教育は受けなかったが、小児語、デラウェア語、ポタワトミー語など、部族の言葉を覚えた。さらに英語やフランス語も話せた。 ピオリアはフランス人とインディアンの地を受け継いでおり、ダグネット同様通訳を務め、数年間は州長になった。ピオリアはパオラタウン会社の尊敬されるメンバーになり、1860年代初期から半ばにパオラ市を設立し発展させる推進者だった。ピオリアは1868年に部族と共に、新たにインディアン準州に指定された現在のオクラホマ州に移住し、 そこで1878年に死んだ。インディアンのイクラカはマイアミ軍に泊まり合衆国市民になった。1854年のカンザスネブラスカ法によってカンザス巡州が設立された時に1820年のミズーリ妥協は事実上撤廃された。東には奴隷州のミズーリ州があり、マイアミ軍周辺の地域は奴隷制度廃止運動家と 水ズー州から宗教を超えてきた奴隷制度用語派のボーダーラフィアンズとの交想の場になった。暴力沙汰や戦闘は主に1854年から1858年に起こり、境界戦争とも呼ばれ、カンザスは血を流すカンザスと呼ばれた。カンザスは当時まだ州になっておらず、奴隷州になるか自由州になるかの争いだった。他の州から多くの奴隷制度廃止運動家が、 地域に入ってきて、カンザスが自由州として合衆国に加盟する道を確保した。軍内で最も著名な奴隷制度廃止運動家は、ジョン・ブラウンであり、小沢富石に移住して、そこを反奴隷制度部隊の本拠地にした。その結果、小沢富石や周辺の田園部と町は、この機関の戦闘や暴力さとの中心地となった。マイアミ軍は、 当初1855年に、デイビッド・ライキンズ博士にちなんで、ライキンズ軍として設立された。ライキンズはこの地域で、インディアンに対するバプテスト派の伝道士であり、現在のマイアミ軍伝演部に、彼らのための学校を建てた。また、巡守委員会の委員を務め、奴隷制度擁護派だった。1861年1月までに、反奴隷制度部隊が主流となり、 カンザスは自由州として連邦に加盟した。その結果、ライキンズ博士の奴隷制度用語の見解が問題にされ、1861年6月3日にマイアミ軍と改名された。その名前は地域に入っていたインディアン、マイアミ族から取られた。1882年、天然ガスの大きなガス田がマイアミ軍田園部パオラの東7マイルで発見された。 1886年までに街の広場までパイプラインが敷かれ、ガス灯が灯された。1887年までにパオラ市の街灯は天然ガスを使ったランプになった。1887年までにマイアミ軍全体で他のガス田が発見され、パオラ周辺はガスベルトだとみなされていた。1887年夏、天然ガス祝宴が開催され、人々が 天然ガスを使い、それに驚くことを祝った。マイアミ軍の位置は、カンザスシティの南、車で短時間の距離にあり、住民や訪問者は都市化された地域と田園部、双方の生活様式を見ることができる。マイアミ軍と、パオラ、ルイスバーグ、スプリングヒル、オサワトミー、フォンタナ各市は、様々な活動を提供している。中でもゴルフ、ハイキング、釣り、狩猟、 乗馬、水上スポーツ、天文学、年間を通じて開催される地域祭や行事がある。歴史的な場所や歴史を学ぶための博物館もある。毎年春には、軍内の農場と農業事業がマイアミ軍農場ツアーに参加する。無料ガイドなしドライブツアーの一部として、家族と共に格納場へ来ることが奨励される。その目的は格納場で、 農作業や動物に親しむことである。観光客や、軍民は、農場ツアーを、毎年の行事にしてきた。軍内のその他の子として、以下のものがある。マイアミ軍はアルコールを禁じる、すなわち、ドライの軍だったが、1986年に、カンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむ、アルコール飲料の販売を承認した。ただし、 食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は590.15平方マイルであり、このうち陸地は576.72平方マイル、水域は13.43平方マイルで、水域率は2.28%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。マイアミ軍は13の軍区に分けられている。ルイスバーグ市、オサワトミー市、パオラ市、スプリングヒル市は政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり。 特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。